私たちを愛するがゆえにですね、語ってくださって、御言葉に感謝してですね、愛するがゆえ、愛するがゆえにその心は痛み、愛するがゆえにその心悲しむ、愛するがゆえにあなたを離れずに、愛するがゆえにいつまでも待ってる、それが愛、神の愛、いつまでも変えない、それが愛、神の愛、いつまでも残る。愛するがゆえに人の姿をして、愛するがゆえに一人の人として生き、愛するがゆえに全ての罪を憎み、愛するがゆえに全ての過去を許す、それが愛、神の愛、全てはあなたのため、それが愛、神の愛、全てが私のため、愛するがゆえに自分自身を与え、愛するがゆえにその命投げ出す、それが愛、神の愛、あなたを許すため、それが愛、神の愛、あなたを生かすため、それが愛、神の愛、いつまでもそれが愛、神の愛、いつまでも残る。私たちを愛して語ってくださっていることですからね、あの心の棘を生やさないように、まあ、皆さんも傷つけないように、そういう生き方をしたいなと思うんですね、では最初ちょっと引きこもりの小学生の子たちとの交わりでできた歌でもあるんですけども、ね、サボテンの歌というか、すいません月明かりに照らされた白い砂漠の上、今日も一人夜空見上げ、サボテンが佇む、その体を守るため棘を生やしている、
近づくもの全てに鋭い牙を抜く、その花の美しさに差し伸べられたでも降りかかるその笑顔も涙に変わってゆく。砂漠のような夜を君は今生きてる。今日も一人夜空見上げ膝を抱えている。その心を守るため棘を生やしている。傷つくこと怯えた夜の闇のサボテン、錆びついた言葉の棘振り回してるけど、また誰か傷つけるたび自分が傷ついてる。棘だらけよその心そっと開いてごらん。君の名を呼ぶ声が聞こえてくるだろう。君のこと待っているよ、扉叩いてるよ。その扉開ける鍵はあなたの心の中。君のこと待っているよ、扉叩いてるよ。その扉開ける鍵はあなたの心の中、あなたの心の中。ありがとうございました。最後にですね、この良かったとしたという思いをですね、感じた歌を最後に聞いてください。イエス様ね、良かったという歌なんですけれども、今日も初めての方もおられてですね、こういう働きをしているとですね、一つ一つの出会いもですね、本当に感謝したいことの一つなのですね、皆さんの出会いと、全ての出会いに感謝して、あなたに会えて良かったという歌を聞いてください。今日もありがとうございました。お祈りして終わりたいと思います。涙流してよかった、心痛んでよかった、傷ついたけどよかった、傷つけるよりよかった、風が強くてよかった、雨が冷たくてよかった、険しい道でよかった、遥か遠くてよかった、全ての営みは定められた通り
今がどんなに苦しくてもあなたがくれる意味がある。あなたに会えてよかった。心開いてよかった。勇気を出してよかった。今すべてがよかった。今日の礼